さて始まりましたでしょうか。あ、太郎中さんどうもでございます。さあ日本はまだまだ暑いみたいで、皆さん大丈夫ですか？熱中症とかにはなってませんか？ハワイもね暑いんですよ、8月の終わりぐらいからね。あ、ひとしさんどうもでございます。ひとしさん熱中症警戒アラート出てますということで、やっぱ暑いんですね。まだあれですもんね、日本はまだ明るいですよね。今何時ぐらいですか？8時だから3時ぐらいね。今一番暑い時期かもしれないですよね。いやでもあれですね、すごい変則的な時間にやってますけどもね、普段ね来られない方がねバッとこう来ていただいてね、嬉しいですね。タロワンのお子さん、ひとしさんありがとうございます本当にね。じゃあ、お揃いのようなんで、ビール飲ませていただいてもよろしいでしょうか？ちょっとね、冷蔵庫からねおビール取ってきたいと思います。お、町口さんもいらっしゃいました。どうもでございます。満月ライブね、さあ1年に1回のね、中秋の名月ライブということで、ありがとうございます。あ、でもすごい明るいですね。ちょっとこうロスオーバーみたいな感じになってますけどね。あ、トロワンダッコさん、現在午後3時ですが暗くなって、あ、そうなんだ大変ですね。なんかね、吉井ハワイさん、ウサギ見えないかなということでね。吉井ハワイさん、来月開催日本に来ます。そうそうそう、10月って言ってましたよね、そういえばね。またなんかレンタカー借りてね、日本をなんか走りまくるみたいなことね、言ってましたけどもね。僕はね、11月なんでね、ちょうど1ヶ月ずれちゃってる感じなんですよね。吉江ハワイさん、ノースは毎週行ってるんですか？もう毎週ですね。なんかツアーやると、だいたい皆さんね、ノースショーかカエルワかどっちから行かれるんですよね。なのでね、こう東回りでオアフ一周することもありますし、最初カエルワ行って、ブーツ&キムチ2で、ブランチ食べて、その後ノースショーって方もいらっしゃいますしね。あるいは2日に分けて。で、この前、かわいいハワイツアーのね、ドキュメント動画上げた時は、なんか2日連続で、ツアーされてた方だったんでね、1日目はカエルワで、2日目はね、僕がドライバーさせていただいたね、ノースショアっていうようなね、感じでしたけどもね。タロワンダッコさん、最高ですね、ということでね、いや、この景色はね、ほんとね、皆さん、ハワイ来たらね、堪能してくださいませ。僕、ハワイのドライブでね、この景色が一番好きかもしれないですね。吉江ハワイさん、次回遭遇しそうな予感ということ。あ、そうなんですね。またハワイいらっしゃるんですね、吉江ハワイさんね。なんかすごい吉江ハワイさん、ハワイ来ているけど一回も遭遇したことがないですよね、なんかね。こんだけ吉江ハワイさんハワイ来てたら一回ぐらい会えるかなぐらいのね感じなんですけどね。さあ、お次が、お、ちょっとあれかな、月が見えてきたかな。ちょっと待ってくださいよ。お、見えてきた見えてきた。今ねちょっと調整してますけども、クーポンがかかるとピントがなんか合いにくいんだよな。お、雲かかってますね、海向きね。今ね、これかな、そのスイカ、これか、これだな。今ちょっと新しいワイプ画像を入れようとしてますね。はい、またお月さん出てきました。お月さん出てきました。よっこらせ。じゃこれも成り行きであれだね、画面半分半分ぐらいにしとく。なんか雲かかってきましたね、なんかね。
さっきなんかあのチラチラってね、なんか雨っぽいのが降ってきましたけども、次のねライブの時にねちょっとお送りしたいと思います。ちょっと拡大率上げますね。最近の可愛いハワイツアーのお客さんはね、やっぱジェニーズね、おすすめしてますけどもね。さあ拡大率も上げてね、なかなかいい感じの中秋の名月ね、お送りできてるかと思います。さあさあ酔いもねちょっと進んでまいりましたので、ぼちぼちね、終局の方にね、向かっていきたいかと思いますけども、現在ね、始めて今38分経過しておりますね。じゃあ霧のいいところであと2分ぐらいでね、終わらしたいと思います。さあなかなかねいつもの定例ライブが、できないんですけども、今週末予定どうだったかな。さっきのねトラタロウの映像とかね見せられればね皆さんにこういいかなと思うんだけども、あ金曜日ハワイ時間の金曜日が、まあ、かわいいハワイツアーの仕事入っちゃってて、21がなんか編集日になってるから、ひょっとしたらあれですね、日本時間の22日日曜日、定例ライブできるかもしれないですけどもね、ちょっとあの予定は未定って感じでね、ちょっとお約束はできないんですけどもね、先ほどのねワイプの続き、あのもしできたらね、次の定例ライブでねお送りしたいと思いますけども、おそらく次の定例ライブは日本時間の日曜日になるかと思います。ありがとうございます。ヤスさん、すごいよね、クレーターということでね。いや、はっきり見えてますよね。右下のクレーター。4時の方向ね、見えてますね。タロアンドお子さん、お月さん、すごく大きいです。ということで、ありがとうございます。吉浜さん、ありがとうございますね。いつもありがとうございます、吉浜さん。マハロでございます。終わり。今、おビール追加注文しちゃった。皆さん、今、外なんですか？まあ、今度ね、ゆっくり、定例ライブでね、皆さんとね、飲みたいと思います。岡本さん、ありがとうございます。じゃあ、こちらのお月さんね、上に上がったらお別れしていきたいと思います。ありがとうございます。ちょっとジャズのボリュームなんか上げちゃったりして、町口さんありがとうございます。タワンの子さん、久々にゆっくりのんびり自分だけの休日を楽しました。ありがとうございます。あ、平日がお休みなんですかね。ありがとうございます。さあ月がどんどん上がっていきます。ハワイ時間は今時刻が、夜の8時33分、回ったところでございます。ヤスさん、今日は休みで実家に帰る途中で駅のバーに入ってるということでねありがとうございます。さあ月が上がりきったところで、こちらねライブ終わらせたいと思います。ありがとうございました。